きました。香川県出身うどんシンガーの石井直人と申します。この嫌だにいちはですね、今年で4年連続ですかね、呼んでいただきました。本当にありがとうございます。とっても嬉しいです。こんなに嬉しいことないですね。この地元のね、私三豊市の高瀬町出身でして、地元のこのねふれあいパーク、みのもうちっちゃい時からよく遊びに来てました。でこのいやらじ市もね、大人になってからこう改めてくると本当に、ワクワクするような、子供に帰ったような気持ちでね楽しめるイベントで、毎年楽しみにしています。今年も歌わせていただけるということで、今日はワクワクしてきましたが、今現在ですね東京に住んでまして、香川県の PR 活動をしながら全国をいろいろと回っています。上は秋田、岩手、昨日は岡山県に行ってまして、大阪とかあとは広島とかいろんなところに行かせていただいています。で毎月香川県内でもイベントとかお祭りに参加させていただいて、いろいろと歌ってますので、もしかしたらどこかでね見たことあるよという方が、いらっしゃるかもしれませんが、ぜひとも今日初めて見ますとか、ねっていう方はぜひ今日は名前も歌も全部覚えていただいて応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、先ほどご紹介いただきましたが、テーマが家族をテーマに自分で作詞作曲をしています。きっと皆さんそれぞれにいろんなね家族の形っていうものがあると思います。ぜひご自身の家族をちょっとこう思い浮かべながら、どこかで共感してもらえるとすごく嬉しいなと思います。早速ですが、最初に、歌いたい曲が意地悪ヒーローという曲名です。この曲はですね、私のお兄ちゃんに向けて書いた曲なんですが、私自身5つ上のお兄ちゃんがいまして、ちっちゃい時からよく一緒に遊んだり喧嘩したりしてました。でもだんだんこう大人になるとね、なかなかこう喋らなくなったり、もう話すのもねちょっと何でしょうね、恥ずかしいのか何なのか分かんないんですけど、家族ならではのこう、ね、空気感というか、そういうものがきっと出てくるんじゃないかなと思います。そんな中で普段言葉にはできないけど思ってることを、歌にしてみました。ぜひお兄ちゃんがいらっしゃる方、かわいいかわいい妹さんがねいらっしゃる方は、ぜひその方を思い浮かべながら、聞いてみてください。それでは早速聞いてください。意地悪ヒーローです。隠れていた後ろついてく子、早くあなたに追いつきたくて背伸びした。ゲームも喧嘩も負けていつも泣かされていたの。手加減なしのあなただから、そう新しい物はあなたが好きだった。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの。意地悪ヒーロー、あたしを全力で守ってくれる不器用ヒーロー、永遠の追い詰めあって助けてくれる。そっけないふりしてたけど本当は知ってたよ、ずっと見ててくれたこと。あなたがこの家を出てからなかなか帰らない。
私の部屋は随分広くなったけど、こんなにゲームも強くなってもう泣かないけど、なぜだろう一人じゃつまらないのね。私の背も伸びてあなたに追いつくよ、一人占めもできるのになぜか寂しくなるの。意地悪ヒーロー私を全力で守ってくれる、不器用ヒーロー永遠のいつだって助けてくれる。そっけないふりしてたけど、本当は知ってたよ、ずっと見ててくれたこと。そんなあなたも誰かを愛し、守ってくものができたんです。でも少しだけ寂しかった。意地悪ヒーロー私を全力で守ってくれる、不器用ヒーロー永遠のいつだって助けてくれる。全然かっこよくないけど、どんな敵からもいつも守ってくれるヒーロー、私だけの意地悪ヒーロありがとうございます。嬉しいな。ありがとうございます。はい、ということで、こんな感じで家族の歌わせていただいているんですけど、ごめんなさい、一回曲を止めていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい。ですね。そう、先ほどはお兄ちゃんの曲ということで歌わせていただきました。2曲目がですね、何やったかな。次が夫婦漫才ですね。今日ね、そういつも3曲なんですけど、今日は4曲歌おうかなと思ったら、はい、順番がねごっちゃになりました。次の曲が夫婦漫才、タイトル通りですね、ご夫婦お二人のお話でございます。とっても面白い曲なんですが、きっと皆さん長年ね一緒におられるパートナーの方がいらっしゃると思います。まあ仲いいとこもね、仲悪いとこもいろいろあると思うんです。まあでもね、きっとこう長年一緒にいたからこそ喧嘩もできるしね、会話もできるし、いろんなこうあうんの呼吸じゃないですけど、きっとそういうものができてくるんじゃないかなと思います。で、私自身こうね、両親とか、おじいちゃんおばあちゃんをこう見てると、もう漫才のようなねやり取りをするんですよね。本人たちはもう真剣にね喋ってるんですけど、もうそれが漫才のように見えてもおかしくておかしくて、あ、こういう夫婦っていいなってすごくね、思わされます。で、そんなねやり取りを見て、この曲を作ったんですが、まあそういういつもはね、まあちょっと腹立つねパートナーの方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな相方さんをちょっと胸に思って、そうやって喧嘩ができるのもね、相方がいないとできないので、そういう相方さんをちょっと胸に思って、聞いてもらえると嬉しいかなと思います。ぜひ喧嘩した時はこの夫婦漫才を聞いてもらえると、
嬉しいなと思います。それでは、2曲目ですね、聴いてください。夫婦漫才です。始まりました二人のショータイム。朝から晩までほんまうるさい二人。今日もそんなに話すことがあるな。隣のおばさんの話はもう三回目。どうも中身はくだらない話ばかりだ。夫婦漫才みたいにボケて突っ込む。決して狙ってボケてるわけじゃないけど、こんな二人の夜にいつかはなりたい。静かな朝だね。二人の口数もどこか少なくなって、だけど見逃さない。喧嘩の最中もテンション低めのツッコミは外さない。どうも中身はくだらない話ばかりだ。夫婦漫才みたいにボケて突っ込む。決して狙ってボケてるわけじゃないけど、のはこのうちに笑顔があるのはきっと二人のおかげで、くだらなくて笑っちゃうくらい。どんなに喧嘩したって、どんなに悲しい時だって、きっと二人のおかげで涙も吹き飛ばしちゃうくらい。どうも中身はくだらない話ばかりだ。夫婦漫才みたいにボケて突っ込む。決して狙ってボケてるわけじゃないけど、夫婦漫才みたいな絶妙なテンポ、始まるよ。夫婦漫才。ありがとうございます。
すいません、もうねこの曲を歌うと面白くて笑ってしまうんですけど、ぜひ喧嘩をした時にね、聞いてみてください。このミュージックビデオがありまして、全国のご夫婦の方に出演をしていただいたミュージックビデオがですね YouTube で、ありますので、よかったら見てみてください。夫婦漫才ミュージックビデオで、検索していただくか、もしくはうどんシンガーで検索してもらえると、出てきますので見てみてください。ということで2曲お届けさせていただきましたが、ここでいつものあのコーナーに行きたいと思います。皆さんお待たせしましたイエーイ、ありがとうございます。香川県出身うどんシンガー石井直のライブでは毎回うどんじゃんけんというのをやらせていただいております。香川県のね PR 活動を全国回ってしてるんですが、ライブの度に必ずですねこのうどんじゃんけんをして、美味しい美味しい讃岐うどんを全国の方にもっと知ってもらいたいなと思ってこのうどんじゃんけんやってます。毎回違ううどんをご用意させていただいてるんですが、今日はですね、このかわいいかわいいパッケージ讃岐うどん物語というね、このタイトルで瀬戸内光月というね香川県のデザイナーさんが作ったうどんなんですけど、この熊野ベッキーって言います。この熊野ベッキーがですね讃岐うどんを PR するために山から降りてきました。今日は、誰に渡るかな、この可愛いベッキー、ぜひぜひじゃんけんに勝ってこのベッキーをゲットして帰っていただけると嬉しいです。ちなみにこのベッキーうどんですねネット販売のみで、あとは私のライブでしか手に入らないのでぜひ買ってください、よろしくお願いします。ということでですねうどんじゃんけんを始めたいと思いますが、勝ち残り戦でして最後に残った方1名だけにこのベッキーうどんが当たります。後出しじゃんけんはダメですよ、皆さん正直にお願いします。ということで子供たちもうどんじゃんけんやりますよ、よかったら前の方来てくださいね。はい、ちょっと今日はたくさんの方が来てくださってるので私の確認できる範囲の中でやらせていただきますがご了承くださいませ。いっぱい来たなありがとう嬉しい。それでは皆さん準備いいですか、うどんじゃんけん始めます。ありがとうございます。勝ち残り戦です、最後まで残ってください。それでは行きましょう、せーの、うどんじゃんけんじゃんけんほい、グーの方イエーイありがとうございます。グーの方いっぱいいますね、ありがとうございます。それではグーの方第2回戦いきましょう、せーの、うどんじゃんけんじゃんけんほい、チョキの方あ、結構残ってますね、ありがとうございます。皆さん強いですね。はい、それではチョキの方第3回戦いきましょう、せーの、うどんじゃんけんじゃんけんほい、パーの方、パーの方いますか、あ、まだいらっしゃいますね、ありがとうございます。私の見えてる範囲では前のお姉ちゃんと、真ん中のお姉さんと、あとはいますか、いたらちょっとアピールしてくださいね。あ、いてないかな、大丈夫ですかね。そしたら前のお姉ちゃんと可愛いイチゴのあれやな、服やなそう、お二人でじゃんけんしましょうか、いいですか、私が掛け声しますね、いきますよ、せーの、うどんじゃんけんじゃんけんほい、あ、決まりました、お姉さんに決まりました、皆さん拍手お願いします、ありがとうございます、あ、一緒に来てくれます、ありがとうございます、上からすいません、ベッキーうどんです、ありがとうございます。あ、一緒でした、もしかして、あ、よかったそうだよよかったですベッキーが、旅立ちました、ありがとうございます。ということでうどんじゃんけん参加してくださった皆さん本当にありがとうございます。毎回やってますので、私のこと見かけたらあ、うどんね、うどんの姉ちゃんと思って、いつでもうどんじゃんけんだけでも参加してもらえると嬉しいです、よろしくお願いしますいや面白いね毎回ねこの本当にゲリラじゃんけんなので、ハラハラドキドキなんですが、いつもね綺麗に決まってくれて本当に嬉しいです。はい、ということでうどんじゃんけん、お届けしましたが、
今日ですね、そう実は、物販をいろいろと持って来させていただいています。私の CD、セカンドミニアルバムになるんですが、いらっしゃいませというタイトルの、CD でして、これがですね、ちょっと持ってこようか、せっかくなんで。実はあの今日さっき歌った夫婦漫才とか、あとはこの後に歌うなんだ いただきますとかが入ってるこのセカンド2枚目のミニアルバムということなんですが、これがですね、いらっしゃいませというタイトルで、実はこのジャケット、地元の方はもしかしたらどこか分かる方がいらっしゃるかもしれませんが、高瀬町のおのうどんさんで撮影をさせていただきました。それで実はこの CD、おのうどんさんにも置いてます。おのうどんさんでも買うことができますので、よかったら、行った際に見てみてください。これが3曲入りで1000円です。そして今日はですね、2枚目のタオル、うどんタオルっていうのがありまして、これがですね、1枚目が好評いただきまして売り切れまして、これ2枚目になりました。本当にね、ありがたいですね。これも1000円です。とても使いやすいので、トイレとかで使ってもらえると嬉しいな。そしてうどんステッカー、シールとかもあるので、よかったら、子供たち、お母さんにおねだりしてください。お願いします。はい、ぐらいかな。いろいろとちょっとあるので、見るだけでももちろん結構でございます。ぜひお話ししてもらえると嬉しいなと思います。本当にね、地元の方にね支えられてこうやって活動することができているので、皆さんのお力をお借りしたいなと思います。ぜひぜひ力を貸してくださいということで、そう、次が3曲目ですね。今日はいつもより多く歌わせていただいています。ありがとうございます。次の曲がカタツムリ靴下という曲名です。カタツムリ靴下、お母さんたちは何のことか分かる方がいらっしゃるかもしれませんが、洗濯のお話でございます。今日ね、洗濯日和ですね。ちょっと風がありますが、そんな洗濯のお話、きっとお母さんたちが洗濯することが多いんじゃないかなと思うんですが、まあ毎日ねする家族の中のお仕事、洗濯っていうものなんですが、その中で家族のね誰かがこう靴下脱ぐときにこうくるんってこう脱いだまんまね、カゴに入れる誰かいたりとかしませんね。それでちょっとね困ってるお母さんとかがもしかしたらいるかもしれないんですが、その丸まった靴下をうちではこうカタツムリって言うんですけど、そう、それのお話でして、そんなね丸まった靴下をこう毎朝こうやって一つずつ伸ばして洗濯してくれるのはきっとお母さんたちが多いんじゃないかなと思うんです。そんなねお母さんたちへの応援ソングになればなと、そしてもう一つは家族っていう中の洗濯、その中にもね大切な、愛が詰まってたりとか成長が見られる、ね、素敵なことだなと私は感じています。そんな洗濯のお話でございます。カタツムリ靴下です。ちょっと洗濯しんどいなっていう時にお母さんたち思い出してほしいです。それでは聞いてください。カタツムリ靴下です。一番のお仕事は丸まった靴下に手を入れて一つずつ直していく。朝からイライラさせてくれる。カゴに溢れた服の山は腰に来る地味な反復運動。憧れのドラム式はいつやってくるの。泥だらけの T シャツたくさん並
遊んだらね。今日もご機嫌でよろさんだから、一緒にお布団も干しちゃおうかな。広がってく世界地図、おねしょ番長、明日は頼むね。うちにもやってきたの、父ちゃんと一緒に洗わないで。思春期の娘の言葉にショックを受けている。昔はあんなに小さくて可愛かった、靴下とパンツ、今じゃド派手なパンツにさらにショックを隠せ。カゴいっぱいの洗濯をしよう。泥だらけの T シャツたくさん遊んだらね。今日もご機嫌太陽さんだから、処理を布団も干しちゃおうかな。広がってく世界地図、おねしょ番長、明日は頼むね。カゴの中身、今はどこか寂しそうで、丸まった靴下と大きなベージュのパンツだけ。今日はご機嫌太陽さんだから、カゴいっぱいの洗濯をしよう。泥だらけの T シャツたくさん遊んだね。今日もご機嫌太陽さんだから、一緒にお布団も干しちゃおうかな。広がってく世界地図、おねしょ番長、明日は頼むね。カタツムリ靴下でした。ぜひとも、うわー今日ちょっと洗濯しんどいなーっていう時にね、今日はって歌ってもらえるとちょっと気分も晴れるかなと思います。はい、ぜひぜひ。この曲はちょっと新曲なので、まだ CD にはなってないんですが、 YouTube でたくさんライブの、ね、映像が出てくるので、よかったら、うどんシンガーで検索してみてください。ということで、3曲お届けさせていただきまして、次で最後の曲なんですが、今月、来週ですね、ライブがまたありまして、美濃町です。26日宗吉河原の里で、そうライブがありまして、1時からだったかな、ライブがありますので、よかったらぜひ応援に来てください。ぜひぜひ、ちょっと内容も書いてお届けさせていただきたいと思いますので、よかったら応援に来てください。そしてあさってですか、22日なんですが、 FM3 という、香川県の坂出宇多津エリアの、ラジオに出演させていただきます。11時からですね、いろいろと詳細などうどんシンガーでネットで検索してもらえたら、ブログとかホームページとか、いろんなもの出てきますので、あと Facebook でもうどんシンガー石井直のページがあるので、よかったらフォローしてもらえるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。あとですね、4月の2日、埼田町の神之丞祭りに出演させて
いただきまして、4月29日は二宮の高瀬町の二宮のふるさと祭りというのに出演をさせていただく予定でございます。あと5月もですね、4日の日にお城祭り、丸亀のお城祭りに出演をさせていただきまして、この後もうどんどんとたくさんライブをさせていただきたいなと思いますので、よかったらね、お時間あれば応援に来てください、お願いします。ということで最後の曲をお届けさせていただきたいなと思うんですが、この曲はいただきますという、いつもねライブで歌わせていただいております、いただきますという曲なんですが、この曲はまさにこう家族みんなでご飯を食べる映像を歌にしたもので、私今東京で一人暮らししてるんですけど、一人で食べるご飯ってね本当に寂しくて何にも美味しくないんです。でこうね、最初のうちはこう自炊をしてねご飯作ってたり してたんですけど、もうだんだん一人分やし面倒くさくなって、ね、スーパーでこう買ってきたりとか、コンビニで買ってくるようになって、それもねもうだんだん面倒くさくなってきて、もうほんならもう食べんでええんちゃうからっていうぐらいになるんですよ、もう一人やとね。でその時にわあ実家でみんなでご飯食べてた時ってなんであんなに幸せで美味しかったやろうってねっていうことに、気がつくことができました。そんなね家族みんなで食べるご飯の時間、本当にあったかくて、幸せな時間だなと思っています。ぜひ皆さんにもそんなね楽しい時間大切にしてもらえたらと思ってこの曲を書きました。ぜひとっても楽しい曲なので、小さいお子さんから大人の方もね一緒に聴いてもらえると嬉しいです。それでは最後に聴いてください。いただきます。ご飯は何かな、足早の帰り道、よく聞く花センサー、 100メートル前からわかる私の好きなもの、よく知ってるお母さん、でもその隣に苦手なあいつを置いてあるが並び、あったかいお味噌汁と炊きたての白いご飯、私の特等席、みんなのお箸を並べてゆく、それではみなさんご一緒に手を合わせてください、いただきます。最後いただきます、やってみてください、よろしくお願いします。ありがとうございます。小さなテーブルにインスタントばかり並べて、聞こえてくるテレビの笑い声だけが響く、苦手だったもう今は食べられるよ、狭い部屋で一人静かに手を合わせた、大きなテーブルには色とりどりのおかずが並び、あったかいお味噌汁と炊きたての白いご飯、それでは皆さんご一緒に手を合わせてください、いただきます。ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。
出来事をたくさん話そう。そこにはいつもの笑顔が溢れているから。大きなテーブルには色とりどりのおかずが並び、あったかいお味噌汁と出来たての白いご飯。私の特等席、みんなのお箸を並べてゆく。それでは皆さんご一緒に手を合わせてください。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。落とし物だそうです。お父さんありがとうございます。黒いお財布、フリーダムって書いてる黒いお財布落とし物。あ、そうですか。大丈夫です。よかった、見つかって。お父さんありがとうございます。よかったです。はい。あ、よかったよかった。はい、ということで、皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。この後こちらで、物販少しさせていただきたいと思います。よかったら見ていってください。お力貸してください。ということで、香川県出身うどんシンガー石井直でした。ありがとうございました。石井直さんのライブステージでした。ありがとうございました。